ディフェンスをする。選手サッカーにおけるディフェンスとは、敵のオフェンスから自軍のゴールを守り、敵に得点されることを防ぐ行為である。ディフェンスの目的は、自軍のゴールを守り、失点を防ぐことと、相手からボールを奪うことである。状況や戦術によって、これらの比重が変わり、リードしている状況や失点しないことを重視する。戦術では、 自軍のゴールを守ることをリードされている状況や得点を重視する戦術ではボールを奪うことを重視する。自軍のゴールを守ることを重視するディフェンスを消極的、ボールを奪うことを重視するディフェンスを積極的とみなすこともある。ディフェンスにおいてはディフェンダーとゴールキーパーの選手が重要な役割を担うが、サッカーではボールを奪った地点から攻撃できるため、 より相手ゴールに近い位置でボールを奪い攻撃に移ることが重要視されてきておりフォワードの選手の守備の負担も増えてきている。また、ボールを奪った時に攻守が入れ替わり、守備から素早く攻撃に移ることをカウンターと呼ぶ。インターセプトあるいはパスカットとは、相手が出したパスを途中で止めて、ボールを奪うことである。相手選手が誰にどんなパスを出すか読み、 素早く反応することが重要である。ショルダーチャージとはボールを持った相手選手の肩に自分の肩をぶつけてバランスを崩させる行為である。単にチャージとも呼ぶ。それによってボールを奪ったり攻撃を妨害したりすることができる。直接体が接触するので体格の良い選手が有利なプレーである。しかし、 ボールを持たない選手に対して行った場合や肘より、下の部分を使った場合、過度に激しく危険な場合は反則となる。スライディングタックルスライディングタックル、または、単に、タックルとは、相手選手が保持しているボールに、足先から滑り込んで、ボールを奪うことである。体を投げ出して、滑り込むので、失敗すると立ち上がるのに時間がかかり大きなロスとなってしまう。 相手選手の足を狙ってスライディングタックルした場合や後ろから行った場合は反則となる。スライディングタックルの結果として相手選手が転んでも足がしっかりボールに行っていればファウルとならない。クリアとは自陣ゴール前にあるボールを蹴ってゴールからボールを遠ざけ目前に迫った失点の危険を回避する行為である。クリアが不十分でゴール前に ボールが残ってしまうと相手にミドルシュートなどのセカンドチャンスを与えてしまうことになり大変危険であるので確実に遠くに蹴ることが重要である。できる限り遠くの相手ゴール方向へ蹴り返すのが良いとされるがそれが難しい場合はタッチラインの外やゴールラインの外へ蹴り出して相手にスローインやコーナーキックを与えてもプレーの流れを切って 守備を立て直すことが優先される。マークとは、守備時に、相手選手に張り付き自由に攻撃させないよう行動を制限する守備行為である。マークを行っている、守備の選手を、マーカー、マークすることをマーキングと呼ぶ。マンマークとは特定の相手選手に対して、常に張り付き、1対1で守備を行うことである。相手チームの中で特に優れた能力を持った選手に、 対して行われることが多く、相手選手に自由にプレーさせないことを目的とする。チェッキングあるいは、チェックとはボールを持っている相手選手に素早く、プレッシャーをかけることである。ある方向に動き出そうとする前に、一旦逆方向へ二三歩ダッシュしてから急に方向を、変えてダッシュする、動きのことを示す場合もある。チェイシングあるいは、チェイスとは、相手選手を追いかけることである。 カバーリングあるいは、カバーとは守備の空いているスペースを埋めることである。直接ボールを奪うプレーではないが、相手選手のプレーの選択肢を狭めスペースを有効活用させないようにして攻撃を阻むことができる。また、相手選手のドリブル等によって、味方選手が抜かれた時に助けに行くことを示す場合もある。一人の選手がチェックに行き、空いたスペースを 他の選手がカバーすることを、チェックカバーや、チャレンジカバーという。ディレートはボールを持った相手選手をマークしつつもボールを奪いに行かず、後ろに下がりながら、相手に時間をかけさせて、前に進むのを遅らせようとすることである。カウンター等をされて、守備の人形や人数が整っていない時に、時間を稼いで不利な状況を脱することを目的として、行われる。 サンドとはボールを持った相手選手を二人以上の守備の選手で挟み込むことである。語源は挟むという意味のサンドイッチである。ワンサイドカットとはボールを持っている選手の進行方向を一方の海を塞いでもう一方のディフェンスの有利な方向へ意図的に誘い込む守備のことである。ボールウォッチャーとは相手オフェンスやボールの動きに対応できずボールを ただ見てるだけの状態になってしまった選手を意味する。フォアチェックとはサッカーにおける戦術の一種である。前線から積極的にプレスをかけて、できるだけ相手ゴールに近いところでボールを奪い、攻撃に転じようとする守備戦術を指し、例えば相手 DF がパスを回して展開を図ろうとする際に、FW や MF の選手がチェックに行き、 相手のミスやボールのダッシュを狙うものである。しかし、前線の選手の負担が大きくなり、結果として得点力が落ちる場合もある。リードされている際には、相手側が時間稼ぎのために、ベースラインでパスを回すことが多く、リードされている側はより積極的に、フォアチェックを行う傾向がある。ほぼ同義の意味で、ハイプレスがある。リトリートとは、 退却や撤退といった意味の言葉でサッカーにおいてはほとんどの選手が自陣に下がりゴールを固く守る戦術のことである。下がりながら相手を引きつけて守ることでゴール前のスペースをなくしてチャンスを与えないようにできるが下がりすぎてしまうとミドルシュートを容易に打たれることになる。状況に応じて多くのチームが使う戦術であるが リードしているチームが点差を維持したまま逃げ切ろうとする、時や、ロングカウンターを狙うチームが多用する。ありがとうございます。